大阪万博辺野古を中止して、社会的リソースを回すという提言に対して、吉村知事は二者択一ではないと、大阪万博と復興は両立可能だという趣旨のことを言ってるんですが、これ、現地に入られた感覚として、除雪作業と道路復興、両方やるとしたら、とても地元の建設業者ではできないということをおっしゃってたんですが、その吉村知事の両立可能だという考えについての反応をお伺いしたいいと思います万博の話ですね。 えっと、万博の話に関して、万博も復興も両方可能だよという趣旨のことを、あれは市長ですか知事ですかあ、知事ですかたまに交代するかわかんなくなりますね。まあ、あの方が言われたってことですけど、まあ、ヌスっとけたけしいなと思いますよ。今、多くの方々がさらに奪われようとしている中で、自分たちのその金儲け、一部の者たちだけで金を分け合うという行為をこの先も続けようとするのは、あまりにもひどい。それをやることによって、やはりこの国のリソースっていう部分は奪われるわけだから、今何よりも、この能登半島、 っていう部分の復旧復興っていうところに対して国の私は総力を挙げて全てを注いでも復活させるんだということが必要ですねそう考えるとまあ一部企業であったりとかそういった者たちのために金をばらまくような祭典というものはオリンピックも含めですけれどもこれは当然やめにする以外方法がありません人々のなりわいや暮らしを取り戻すために必要な人員であったりとか物資であったりとか様々なものを自分たちの権益のために 自分たちの利益のために取り上げようとするのはやめろってことですねそれ以上でも以下でもないですねそちらに維新にお詳しい方いらっしゃいますので共同代表の大石昭子です、えー、そうですね現実として今大阪府庁でどういうことが行われているかとまあ、元々 大阪府庁のみならず、全国でも公務員が採用が減らされてきましたので、長期派遣とか派遣って言われても、なかなかもう、雑巾絞っても出ないっていう現状はあるんですね。ただ、大阪府っていうのは、あ他の自治体に比べたら大きなとこだし、吉村知事がまさに募集してるわけですけど、先週ぐらいから大阪府庁でも、石川県への派遣を募集っていうのが、内部で回っているわけなんですよ。で、各部局で、どこ部局1とか、なんとか1とかも、ものすごく少ないんですけど、まあ、そういうふうに募っていると。でも、それでもなかなか厳しいんです。 で、どんな状況の採用っていうか、募集だったかっていうと、まあ、24時間勤務ですと、現地に行って、で24時間勤務で働いて、1日どこか自避難して、違う場所で宿泊して、1日休む、また次の日、24時間働くとで、かなりこれは向こうで予定調和じゃない仕事だからっていうようなことだけ書いてあるのが回ってくると、さすがにこれで行ける人はいるのかというので、また、えー、直後には、まあ、24時間勤務なのは変わらないんですけれども、もう少し普通免許持ってる人。 体力ある人という具体的な条件が添えられた募集のメールっていうか案内が各職員に出されるんですね、で各部局で1名みたいな形にも、まあ、なかなかもともと減らされた職員がいる中で、そこで絞り出すっていうのがまあ難しい、これ、コロナ禍でもずっと求めてきたことですけど、職員っていうのが増やされてないわけですから、じゃあ、この状況において、私は提言したいというか、どう考えても財産があるんですね。IR 推推進進局で万博推進 局推進室です、ね、福祉と推進局っていうのもあります。この三つが、その約100名単位で、かなり残業もできて、潰しの効くっていう職員、エリートがすごくあ、 集められてるんですよだから、すでにそこに、まあ、ある意味無駄な部局に、それだけの屈強な人が集められたわけですから、今こそ吉村知事の英断で、そこの人たちに何とか、その派遣のローテーションできないか、で長期派遣できないかっていうのが、ものすごくもうそれ、数百名単位でのリソースになりますので、まあ、私は吉村知事に英断していただいて、そこからの、その復興支援、派遣ですね、っていうのを決断していただきたいなと。 思っております大阪府も建設業界も限られたリソースをどう配分するかなんで、今は復興に、えー、集中するべきだという,うそうですね、実際にその部局そのか、IR 推進、万博推進というところがあるわけですから、それをやめるという決断さえすれば、大量の職員、多分他自治体にはないような、そして屈強な職員というのがそこにいるのではないかと、私はまあ経験上思うわけなんですね。 職員のリソースっていうのはもちろん限られているわけですから、あの両立するではなくて、そすべて流すべきではないかということですあれですよね、今のお話聞いてると、大阪の職員で、その精鋭とされる方々は、恐らく万博やカジノっていうところに人手を取られてしまってると、で今、被災地が必要としているのは精鋭なんですよ。ええ とにかく仕事ができるっていう人たちを極力大量に送り込んで、で、交通整理を大胆にやっていくってことがおそらく応援職員として求められるんですけれども、どうやらそういう人たちは別の仕事に疲れているようなので、大阪からの応援、もちろんその中でも頑張っている方々は送り込まれることになるんでしょうけれども、やはりこの今、時間との戦いってことを考えたときに、やっぱり優先順位つけなきゃダメですよね。 もう少し言わせていただきますと、その311の震災があった時にも、すでに職員は少なかったんです。特に運転業務ができる職員はもうすでに少なくて、なのにやっぱり行かないといけないということで、岩手県に、その、まあ、ちょっと行きたくはなかったっていう気持ちの職員なんですけど、その人にほぼ強制というか、外堀が埋まる形で、二度目のその派遣をしたんです。その方は現地で急性亡くなったんですね。これはやはり職員不足なのに、無理やり行かせて亡くなったっていう結果なんですよ。 であの労災も出ないってことになって、まあ、私もその労災裁判を支援したんですけど、公裁でやっとあの労災と認められて、だけど命は戻らないんですね、ですから、職員を単に出せばいいという発想も絶対ダメで、それは多自治体も含めて、亡くなる職員も出てきかねないので、本当に各自治体の長は、そういった人材をちゃんとしたあの意味で確保していく。 っていうことをまあ、ぜひ措置していただきたいと思います一言だけあの私も加えたいと思いますあのやっぱり今こそ東京オリンピックを誘致した時に安倍元総理がアンダーコントロールって言ってですねを決めたわけですけれども嘘ばっかり言ってでもあの時にやはりその福島含めたその復興に関わる人材がやっぱり東京オリンピックに 取られてしまったわけですよね、リソースも。そのことを、やはり今こそ思い出すべきだということが一点と、あとやはりあの、今回のその野党半島地震の大きな特徴は、隆起していることですよ。活断層で、えー、その大きな動きによって、場合によってはその7メートルも土地が隆起してしまって、結局、護岸工事誰がやるんだっていうものすごい大きな課題。これぜひ、辺野古のですね、埋め立ての護岸工事をしている土木業者も集中して、 半島行くべきだと思いますよ、本当に、強制大執行して地方自治ぶっ潰して、沖縄の民意すべて無視した形で、軟弱地盤のところを埋め立てるなんていうことよりも、本当に不要不急で、まずは能登半島自身の護岸工事、これ、やるべきじゃないですか、2点目、そのこと申し上げたいと思いますあの維新が勝手に始めた大阪万博が、いつの間にか日本万博になって、国のお金を大量投入しようとしているのが許せないんですが、太郎さんのお考えをお聞か,お聞かせください。 オリンピックでで儲儲かかった人人いいまますす大阪万博で儲かる予定の人います私はね大きなそういった公共事業的なものである意味こう、お金が回るってことに対しては否定はしないんですでもそれがオリンピックである必要があるかってそれが万博である必要あるんですかってことなんですよだってもっと必要なものいっぱいあるじゃないですか例えばこの国のインフラ橋だったりトンネルだったり道路だったりっていうのはもうこれコンクリートの耐用年数も超えてしまってるもの多くあるんですよつまり何が言いたいたたかっ,て言ったら金、人 ものこれを考えた時にやっぱり制限あるんですよ無人像じゃないんですだって建設関係土木関係ここに対して無限に人いるわけじゃないでしょってことはここをオリンピック札幌のオリンピックだったりとかそして大阪の万博に人が取られるってことになったとしたらそれ以外に進めなければならないインフラの建設だったりっていうものが遅れますよ当たり前じゃないですか資材はってある意味でこの国のそういったリソース配分する先っていうのは考えなきゃいけないんです そのような私は今このタイミングで大阪万博意味不明ですよそれやって何があんので東京でオリンピックやって何の意味があるのもちろん祭典としては素晴らしいですよ世界最先端の競技がその場で見れるっていうのは最高なことだけどでも結果何があるかっつったらやっぱりオリンピックっていうのはアスリートのための祭典じゃないんですよ昔からロサンゼルスオリンピック以降からは特に何かっつったらやっぱりこれ企業の祭典なんですよ金をいいいっっぱい流し込めるっていう 国を巻き込んだ都市を巻き込んだそういうようなある意味で利権になっちゃってるわけですよねそう考えるならば私はそういったものに対して今この国が取り組むっていうのはこの国の持ってるリソースを他の部分に避けなくなるっていう優先順位の違いですそれを考えると私は賛成できないものであるということですありがとうございます